こんにちは。ミッションエドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は9月の26日土曜日、聖書の箇所はエレミア書の37章の1節から10節まで、タイトルが神に従わない者の祈り、繰り返される裁きの宣告となっています。エレミア書37章1節から10節。ヨシアの子ゼデキヤはエホヤキムの子エコンヤに代わって王となった。バビロンの王ネブカドネザルが彼をユダの地の王にしたのである。彼もその家来たちも民衆も預言者エレミアによって語られた主の言葉に聞き従わなかった。ゼデキヤ王はシェレムヤの子ユカルとマーセヤの子祭司ゼパニアを預言者エレミアのもとに使わしていった。どうか私たちのために私たちの神主に祈ってください。エレミアは民のうちに出入りしていて、まだ獄屋に入れられてはいなかった。またちょうどファラオの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムを包囲中のカルデア人はその噂を聞いてエルサレムから引き上げた時であった。その時預言者エレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこう言われる。私に尋ねるためにあなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よ、あなた方を助けに出てきたファラオの軍勢は彼らの地エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきてこの都を攻め取り、これを火で焼く。主はこう言われる。あなた方はカルデア人は必ず私たちのところから去ると言って自らを欺くな。彼らが去ることはないからだ。たとえあなた方があなた方を攻めるカルデアの全軍勢を打ち、そのうちに重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らはそれぞれその天幕で立ち上がり、この都を火で焼くようになる。エレミア書の学びが続いていますが、今日のところは、まあ、不思議なといいますか、ちょうどこう変わり目というか、そういう感じ のニュアンスのある箇所ですね。王様が変わって、ゼデキヤという人が王様になります。そして、状況はというと、ファラオの軍勢、つまりエジプトの軍勢が、やってきて、そしてそれを聞いたバビロンの、カルデア人ですね、バビロンの軍勢は引き上げていくという、状況があるんですね。で、当時やっぱ王様としては、エジプトがきっと私たちを助けてくれるはずだと信じてたんですね。私たちがより頼むべきはエジプトだと彼らは考えていた。で、まさか屈辱的にそのバビロンに、ね、負けて屈服してカルデア人の奴隷になるようなことはありえない、ありえないと彼らは考えていた。そしてそれを語る預言者たちもたくさんいたわけですね。国全体がそういう空気の中にいたのです。で、エレミアはしかしその状況の中で、それは違うと、それは神の心ではない、神は別のことを考えていると語り続けるんですよね。これは本当に難しい、役割だったと思います。ですから、ちょうど潮時と言いましたけれども、カルデア人がエルサレムから、エルサレムを包囲されていたんですけれども、一旦撤退する、でエジプト人がやってくるという、情報が入るわけですけれど、その状況の中でエレミアに祈りを頼みに来る
というのがあるんですね。まあ、王様が、人を遣わして私たちのために主に祈ってくださいとこう。でもその主に祈ってくださいというのはこのカルデア人が去ったこの状況が続きますようにと、私たちがエジプト人によって助けられて国がある意味でこう支えられますようにという、それを求めてほしいという願い、でも神様はもう最初からそれは違うってこう言ってるんですよね。それは違う。ですから祈りのリクエストってありますけれども、気をつけないと祈りのリクエストってとにかく自分のやってほしいこと以外は祈りの答えとして信じないというのがあるかもしれませんね。これは危険なことだと思いますね。祈ってくださいと言って祈って、例えば答えがノーだった場合でも祈りの答えとして受け取らなきゃいけないですね。私の考え通りのことが起こったから祈りが答えられたというのはちょっと必ずしもそういうことじゃないかもしれないんですよね。あまりね嬉しくないかもしれませんけれども、できれば祈りが答えられたという時には自分の願いが叶ったという時に祈りが答えられたというふうに考えるわけですけれども、必ずしも神の祈りの答えは私たちの願い通りのことが起こるという形で答えられるわけではない。このエレミア書の中に出てくる出来事というのはまさに神の考えは人間の考えを超えていて、神の考えは王の考えを超えていて、あるいは政治学者の考えを超えていて、本当に不思議な方法で国を動かしていくのだと、歴史を動かしていくのだということが非常に明らかになります。ですからこの状況の中で神様はちゃんとエレミアに対してこう語るんですよね。イスラエルの神主はこう言われる、これは7節、私に尋ねるためにあなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え、見よ、あなた方を助けに出てきたファラオの軍勢は彼らの地エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきてこの都を攻め取り、これを火で焼くと。これはこれから起こるべきことだと。主はこう言われる、あなた方はカルデア人は必ず私たちのところから去ると言って自らを欺くな、彼らが去ることはないからだと。つまりこのと、まあ、今の当時の言葉で言えばですよ、この当時の王様たちはエレミアのメッセージについて言えばフェイクだって言ったわけですよ。そんなのフェイクニュースだと、俺たちが信じているようになるに違いない、神はそんなこと言ってるはずがない、他の預言者はみんな王の私が言ってることを正しいと言ってるではないかと。でもエレミアだけは違うって、そして神の言葉が間違いなくエレミアを通して語られる。それによれば今、去ったように思われるこのバビロンの人たちは、兵士たちはまた戻ってきてこの都を全くこうダメにしてしまう、破壊するという、まあ、宣告が語られるわけですね。で、神様にそのことを教えられたら心を本当に一つにして、神様あなたの御心がなされますように、そしてその状況の中で私たちが何をすればよいか教えてくださいと応答すべきだったんですけれど、でも彼らはその言葉自体をフェイクニュースとして扱い信用しなかったんですね。その結果は悲惨でした。神に従わない者の祈り、繰り返される裁きの宣告とありますが、神様の言葉は一貫して、あなた方を救うのはエジプト人ではないぞと、あなた方はここに捕囚にされるよということを伝え続けているんですよね。そのための心の準備というのが必要だったはずなんですけれど、でなぜそうなったかということを深く吟味して神の前に悔い改める必要があったのですが、王にも他の祭司たちにも全く悔い改めようという意識はなかったのです。それはとても恐ろしいことでした。まあ、この当時の王様の気持ちになって考えれば、自分の取り巻きたちが大丈夫大丈夫、エジプトから援軍が来て助けてくれますよという言葉が
多くね、そういうことは多く語られればなんとなくそうだよなと思いたい、その気持ちもわからないわけではないですね。しかし過去をじっくり振り返ってみると、もう次から次に神様の命令に背いて本当に神様の言葉を踏みにじってきた、そのことの罪をひた隠しにして神に祈るということを続けても良いこと起こらないということを彼らは学ぶ必要がありました。神にしっかり立ち返るということが必要だということを彼らは学ぶ必要がありました。エレミアはそういう状況の中で本当に彼しかこの言葉を語っていないというふうな、その状況の中で神はこの国を裁かれます。カルデ人がやってきてこの都を滅ぼしますと宣言する、勇気ある言葉です。でもそこに真実な発言がありました。でもやっぱり王様はそりゃフェイクだって考えたんですよね。聖書の言葉を読んでいてとても心に深く入ってくるものがあります。その通りだと思う。でもなんか一般のニュースを聞くとそうは言ってもねって言いたいような状況が起こってくることがあるんですね。神の言葉よりも一般の常識の方が大事に思える、一般の人たちの理解の方が神の言葉よりも深いように感じる。でもそこには気をつけないと落とし穴があるかもしれません。神の言葉をしっかり心に受け止めながら、神が願っているものは何だろう、今私はどう生きていけばよいの、誰を当てにしていったらよいのだろう、そういうことについて冷静に神の前に静まる、そんな時を持つことができたらと思うのです。一言祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちが本当に今の状況に振り回されずに、ただただ状況のそのニュースに振り回されないで、私は神の前にどう生きているだろうか、神は私の心に何を語っているだろうかと真剣にあなたの御言葉を求めることができるように助けてください。そういう中であなたの声をしっかり聞くことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。